様々なフリホレスフリホレスは、人間豆のことである。フリホレスは複数型で、単数型はフリホル。アクセントの位置からフリホレスとも音写される。フリホレスと音写されている事例もあるが、スペイン語綴りの、上は、無性難航外摩擦音であるので、正しくは、フでも、ホでもない。語源は、ラテン語のファセオルス及び古代ギリシア語のファーセロスで、 モサラベゴでエンドウ豆を意味するブリソルの影響を受けたとされる。かつてはフレホルと表記されたこともあった。タマレスとフリホレス、カリフォルニア州メキシコでは古来からトウモロコシとインゲン豆が伝統的な主食作物であった。日本食において米を炊いた米飯と大豆を原料とする味噌汁が最も基本的な食事の 骨格をなすのと同様に、メキシコの伝統食では先スペイン期以来、トウモロコシから作った薄焼きパンであるトルティーヤと、インゲン豆を塩味で煮たもの、あるいはそれと潰して、ペースト状にしたものが最も基本的な食事の骨格をなしてきた。そのため、メキシコ料理において、フリホレスといえば、インゲン豆、そのものを刺すと同時に、インゲン豆を用いた塩味の煮豆、および、 それを潰して汁気がなくなるまで炒めた安状のペーストをも刺す。フリホレスレフリトスはテクスメクス料理にも欠かせない。日本ではメキシコの調理文化は馴染みがないため、フリホレスといえば蒸気の基本調理を施されたインゲン豆のうち、校舎のペースト状のものを刺すことが一般的である。これは英語のビーンディップもしくはフリホレスレフリトスの誤った。 直訳である、リフライドビーンズに相当する。これを、日本で作る場合には、虎豆やうずら豆といった、インゲン豆を柔らかくなるまでに、すり鉢やフォークを使って潰し、塩、刻み玉ねぎや唐辛子少々を加えて水分が、なくなるまで、少量の油で炒めればよい。フェイジャンと、メシリオデジャネーロ州ブラジルではフェイジャンあるいは、フェイジョンと呼ばれる。白米にかけて、 食べるのが一般的であり、また同国料理を代表するフェジョアーダでもふんだんに使われている。ありがとうございます。